出発を前に、光と武志は数々の思い出の刻みつけられた光明寺を訪れました。そして伝右衛門と絹に別れを告げるのでした。旦那様、今俺はようやく8年前の無念が晴らせたような気がしています。本当ならば大河原の息の根を止めるところまでやるべきだったのかもしれませんけれど、過ぎた昔の憎しみに生きるよりも愛に生きることの方がいかに大切かが分かったのです。旦那様、いつの日かきっとこの村を素晴らしい調べ村にしてみせます。楽しみにしていてください。お母様、長い長い道のりでした。お母様には心配ばかりおかけして、でもやっと私たち二人だけの世界にたどり着くことができました。これからたとえどんなに厳しい嵐が吹き荒れたとしても、もう大丈夫です。いつまでも見守っていてくださいね。昭和25年、光28歳、武志30歳の秋でした。互いに求め愛し合いながら結ばれることのなかった真実の愛が、今ようやく実りの時を迎えようとしていたのです。